なったらおしまいにします。そう、今日はさゆやさんの卒業公演の実況をさせていただきます。そう、18時50分からなので皆さんよかったら見てください。はい、見てください。そう、18時50分からです。ショールームはさゆやさんの公演自体は19時からなので、そう、愛たちのショールームの方が先に始まりますが、10分間だけでもショールーム見てください。あとはね、さゆやさんのぜひ見ていただきたいです。愛的に叫び声が愛も気になった。印象のところやっぱ気になるよね。笑っちゃった。気になってそう、プール入ってるっぽくて、そう、近くのうちの子がにぎやか。はい、そうですね。今日のお洋服かわいいよって。かわいいよね。かわいい。どうやって、あ、これで見える？こんな、こんなお洋服かわいい。かわいい。そう、さゆやさんの実況すごい、本当に寂しくて、今も卒業発表された日からずっと悲しくて寂しくて、会えてなくて、そう、会えてないんですよね。そう、それ一緒にお出かけして以来会ってなくて、ショールームではコラボやったんですけど、まあ、画面越しだから直接ではないじゃないですか。そうだから、でも実況でもその場にいるわけじゃないけど、もちろんそう画面越しではあるけど、こうやってお見送りというかね、卒業公演に参加というか、なんて言ったらいいんだろう、ショールームで参加させていただけるっていうのがすごい嬉しいなっていう、はい、気持ちです。そう、本当に寂しい。なんか本当にさゆやさんはあゆにとってすごい天使さんなんですよ。そうそう、だからなんて言うんですかね、心の中の、本当心からの天使さんなんですよ、さゆやさんは。だからそんな方が、そう、もう近くにいらっしゃらないって思うとすごいね、寂しいどころの話じゃないくらい寂しいんですよね。そうそう、本当にね。でもここで話す、なんか後々画面が下がった。後々なんかお話しすることがね、あれになっちゃいそうだから、あんま話せないあんま話せないけど、本当にそう、どうした、本当に本当に、本当に、ちょっと待ってね、画面が下がってるよね。あ、これ大丈夫かな。そう、本当に仲良くさせていただいているので、そうそう、本当にそう、さゆやさんとは初期の頃から、そう、愛が加入した時からやっぱり、そう、すごい可愛がってくださりましたし、そう、一緒にお出かけだったり、ご飯とか、そう、お弁当とか、そういうのも一緒に食べたりとかしましたし、公演も結構多分一緒に出たりとか、そうですね、してたし、そうですね。なんかあとはあゆがそのドラフト研究生の頃から、そう、ドラフト研究生、そう、研究生の頃だったり、あと高校生の頃から、そう、ドラフトの高校生の時から、そう、似てるねっていうことを結構言っていただけていて、そう、本当恐縮ながら言っていただけていたので、そう、なんだろう、もう本当に、なんだろうな、もうその時からのね、そう、もう個人的に勝手に思い出が思い出っていうか、そう、あるので、そう、うん、寂しいですね。寂しいけど笑顔でお見送りできるように頑張ります。はい、です。なんか画面暗いよね。
暗いね。でもちょっとしょうがない、あと10分ぐらいだから。10分ってだいぶ暗くなっちゃうかな。電気つけた方がいいかな。電気つけてくるね。ちょっと待っててちょっと待っててね。よいしょ、電気つけた電気つけました。そう、すごい寂しいですね。見てください。はい、お願いします。そして、そう、今日はもうツイッターを投稿していて、ぜひ皆さん広めてください広めてくださいって。そう、まだまだ本当世界には知らない、あゆのことを知らない方がすごいたくさんいらっしゃるので、そう、いろんな方に知っていただけたらいいなっていう気持ちを込めてツイッターを投稿しました見てください、広めてください、お願いします。そう、あれ、あの写真はまなかちゃんが撮ってくれました。そう、まなかちゃんが、そう、まなカメラマンです。でもちょっとね、多分ね、ここ何日間とか1週間近くあの写真、あの写真というか、まなかちゃんが撮ってくれた写真、多分ツイッターとかメールとかに多分載せるので、皆さん、あ、これまなかちゃん、あとかおりちゃんが撮ってくれたのもあるので、そう、あ、これはまなかちゃんかな、かおりちゃんかなとか、そう、楽しみに待っててくださいそう、まなかちゃん面白いですね、まなかちゃん。そう、かおりちゃんがまなかちゃん写真撮るの上手なん、そう、上手って言ってて、あ、撮ってもらおうと思ってそう、後輩ちゃんなんですけど撮ってもらいましたそう、撮ってもらった。そう、あゆは基本的に、そう、本当にいろんな人に撮ってもらってるそう、なんだろう、この方とか特に決めてはなく、そう、なんかそれぞれ、まあやっぱり撮り方が違うから、そう、誰がいいとか分かんないから、みんなに、いろんな方に撮ってもらって、そう、撮ってもらうのが一番かなと思って撮ってもらった頼んでもらったの。そう、いい感じですね。そう、まなかちゃん上手、本当に専属カメラマンになってもらいたいもうね、そうなってもらいたいです。ですね拍手。そう、かおりちゃん、かおりちゃん、そう、面白いの、そう、かおりちゃん面白いのって急に話すって言うけど、そう、かおりちゃん面白くて、すごい昨日笑わせていただきましたね。そう、すごい笑わせていただいたりしました、本当にデジカメで写真撮るのうまいのだ。デジカメで撮る方っていないですね、基本 iPhone ですね。自分、あゆの携帯ですね。ひなのさんがなんか、あの、ご立派なカメラを持って、時々、あの、握手会の時とかはひなのさんなんか持ってきてくださって、それで、そう、撮ってくださる時もあるんですけど、基本的には自分の iPhone で撮ってもらいます。そうの方が後々、なんだろう、送ってもらうとかが、そう、送ってもらうとかが特に、あの、あれじゃないですか、あの、ギガを食うじゃないですか、やっぱり送ってもらうとかになると。だから基本的には自分の携帯で撮るっていうのが、そう、あれかな、みんなそうかな。そう、でもあゆね、多分ね、人のこと撮るの上手だと思う。あの、自分で言うの本当にあれだけど、いや、本当に上手だと思う。あの、そう、本当に本当に、そう、上手だと思います、個人的に。もう本当に
本当に思う、本当に嘘じゃなくて、これは本物です。 そう、本当に本物、本物な、本当の本当に上手だと 何回も言ってるけど、そう そう、本当に思ってる、本当に思う。そう、本当に ずっと言う 本当にいっぱい言っちゃう。わかんない、でもさ、それぞれやっぱり好みがあるから、その自分の映り方の好みとかもあると思うから、みんながみんないいって言ってくださるかわかんないけど、個人的には そうだと思う ずっと言う 本当に ですね、はい、そうです、うん はい、そうです、そうなんですよ、本当に思う、本当にね、多分あい握手会で、そのもう皆さんのことを写真撮る会とかあったら、多分みんなに褒められると思う もうみんなに褒められると思う、絶対、本当に上手なんです そう、本当に思う、自分でそれぐらいもう自信ある、うん、わかんないけど、自信たっぷりです本当に 写真撮る会なんてないか、そんな、あったらね、もしもあったらみたいな、そうそう、そんな感じで、そろそろかな、来るかな、そろそろ絶対もう15分経ちました、来るよね、じゃあどうしよう、6分になったらランキング発表しようかな、ね、ぴったりぐらい、そう、それだったらね、2分ぐらいで何話したらいいかな 2分って微妙だよね。うん、何話そう。2分で何話そうで終わっちゃいそう あ、じゃあ、違う。じゃあ、まずランキング発表して話そう。それにしよう。じゃあ、まずランキング発表しますね。先にランキング発表します。13位、ひろゆきさん、ありがとうございます。12位、スターフレッシュさん、ありがとうございます。11位、マイスさん、ありがとうございます。10位、トークン、ありがとうございます。9位、ヒロさん、ありがとうございます。8位、プニンさん、ありがとうございます。7位、ヒデさん、ありがとうございます。6位、カズキくん、ありがとうございます。5位、春風亭三丁さん、ありがとうございます。4位、チーフさん、ありがとうございます。3位、ガクシャンさん、ありがとうございます。2位、ナミンさん、ありがとうございます。1位、翼欲しいさん、ありがとうございます。噛んじゃった、ありがとうございます。はい、そんな感じで多分もうちょいで来るから、あ、でもね、今日髪の毛ね、自分だったんですよ、ちょっと取れちゃったもん、なんかそう軽くところどころウェーブかけたんだけど、取れちゃいました 取れちゃったけど、そう、外跳ねさせて、なんかこういう一部分をウェーブにしたの、そうっていう、なんかよくわからない髪型にした今日は そうで、最近は前髪はパッツンじゃなくて分けることになりました、また。なんかね、やっぱ分けてる方が安定感がある。なんか多分あい昇格するちょっと前から多分ずっと分けてやってて、だからなんか分けてる方がやっぱ安心感というかあるかな、うん、やっぱりだから分けてますね最近。そう、分けてるけど、なんか今日はうまくいってません、分けが、けどです。そろそろかな、そろそろ絶対来ると思うんだ、15分ですって来ると思うの、絶対来る 絶対、あ、来た、ほら153日だって、すごい。また明日も、そうですね、何時になるかちょっと分かんないんですけど、
明日もショールームやるので、よかったら皆さん見に来てください。何時かな、何時か分かりません何時か分からないけど見に来てください。ありがとうございます。この後18時50分からも見てください。ありがとうございました。バイバイバイバーイ。